金剛寺は、愛知県鎌郡市三谷町にある高野山、新言宗の寺院である。三号は三谷宝山。小安工房大師増馬二島万二,二島入口の彫刻寺殿によれば、平安時代初期の大同年間、工房大師空海によって開かれたと伝えられる。安山、小授かり諸願成司などで、多くの参拝者が訪れる。三河新四国八十八ヶ所霊場の、 第45番、第46番の寺院で、具宝山山頂に本堂があり、自動車で登頂が可能である。本堂横に、三谷温泉南山駐車場がある。本堂とは別の場所にある1937年に、滝の郎によって建てられた、東洋一の大きさを誇る小安工房大師像が有名である。1970年、三谷漁業共同組合は、具宝山に、 水族供養の金と首朗を建設した。かつて愚ヤ山には三谷愚ヤ山遊園地があり、観覧車やバンビセンター、プラネタリウム会館があった。また、国道23号線を挟んで、愚ヤ山との儀山を結ぶまま氷愚ヤ山、観光ロープウェイがあった。乗り場横には、双眼鏡2機の支柱と、子供用の踏み台のみが残され、展望スポットだったことが伺える。近年、 ロープウェイグホーヤマ駅跡地には、市内が見渡せる展望台、ラバーアッツヒルが完成した。蒲氷市が募集した、蒲氷観光スポット人気ベスト10で、金剛寺とともに7位になった。市内の店中には、グホーヤマ金剛寺の巻き看板が多数設置されている。ラバーアッツヒルは、小佐漬安山死後の小安大師像の脇にある。 展望台で永遠の愛を誓うカップルがハート型プレートに願い事を刻み南京城でフェンスに取り付ける公式に認められた誓いの鍵スポットとなっている。愛の鍵は金剛寺、三谷温泉の旅館及び三谷温泉観光協会にて1個800円で販売しており、城は金剛寺の愛の鍵奉納箱へ入れる。展望台はロープウェー愚山駅跡地に作られ、 鎌郡市街だけでなく、竹島や三河大島をはじめとする三河湾の島々が一望できる。夜8時以降展望台は閉鎖されるが、周辺から夜景を楽しむことができる。郵便番号443-0021愛知県、鎌郡市三谷町南山14番地滝表5代目当主で、学校法人滝学園創設者、鎌郡市市本文編三近代編、民族編、 P425 東洋一の小安大志像金王寺高野新温空山新言州九宝山2015年2月23日閲覧小安工房大志蒲郡市観光協会2015年2月23日閲覧2007年2月10日付東日新聞ありがとうございます